理化学研究所は元の出自っていう部分は物理化学だと思うんですけども、全てのですね、この、まあ、理系の中で起きているアクティビティを説明しようとするとやっぱり無理があるんですよ。こう人が集まってある目標に向かって、やっぱり理研という研究所をでいいサイエンスをしたいねと。隣の部屋には工学の先生がいたり、隣の部屋には生物の先生、隣には物理がいるんですね。見てる目標は一緒なんですよ。だからこうやって人が集まってそういう話をすると、じゃあ一緒にやりましょうかということで新しい研究が出てるんです。そこでまたドラマが生まれる。だからすごい面白いですよ。加速器だけは見ときなさいっていうわけ、ここにしかない施設だから。スーパーコンピューターを使って大きな計算をして、でそれの結果から新しいサイエンスを見出そうっていうのは、マクシーで見えてる1000ぐらいの X 線の星があるんですけど、それは全部理解しておきたいです。そのゲノムの情報が写し取られる RNA の研究が今中心になってやってます。Almost even hard to imagine how far we could go if we really understand how the brain works. 物理も科学も工学も生物も。サイエンスの方で幅広いですね、総合研究所であると言っているところがあると思います。